はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということです。皆さん、どうも、こんにちはでございます。こんにちはでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらにですね、今、皆さん、見てください。イケメンがずらずらと、4名様いらっしゃるんですけどもですね、今回はですね、なんと、スペシャルコラボというところでございまして、新人グループ、T1419 の皆さんにお越しいただいてます。ラスラベベチャー。今回はスペシャル企画というところでございまして、新人グループの T1419 さんとですね、対談をさせていただけるというところでございます。いやちょっと本当に緊張してます。大丈夫ですか？ちょっと緊張してますよね。本当に今日初めましてというところで、先ほどスタジオ入ってこられてご挨拶させていただいているということで、僕もちょっとだけ緊張してます。でもなんか皆さんのこの笑顔を見ると少しこう心が、ね、穏やかになるというところでございますので、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、早速ちょっと皆さん、自己紹介をいただきたいなというふうに思いますので、はい、あちらの方の方にお願いいたします。まずチームの挨拶から、チームの挨拶からいただきましょう。はい、せーの、ナインボイズピリ、こんにちは、T1419 でーす。この手の形にちょっと気になりますね。あ、ごめんなさい、ちょっと挟んじゃったわ。どうやるんですか？こうです。あ、こうですね、ありがとうございます。はい、わー、T1419、 あ、全部が T1、 気づきました。全部がここに含まれてると思って、はい、あ、そういうことなんだ、やばい。はい、ということで、ごめんなさい、ちょっと緊張しました。それではちょっと自己紹介の方お願いします。はい、僕の方から。はい、こんにちは、僕は T1419 でラップを担当していて、グローバル担当とか言われてるんですけど、ちなみに僕も日本人で関西人です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レオ君、はい、よろしくお願いします。足が長いですね。さあ、続いてまいりましょう。はい、こんにちは、 T1419 のラップ担当ゼロです。T1419 ではクールガイやってます。よろしくお願いします。クールガイ、よろしくお願いします。いや、ビジュアルよ。僕サムネイル作らせていただくときに、うわっってなって、ちょっとサムネイルが実はゼロくんだった。あれ見たんですけど、はい、僕のこうなってます。そうあの瞬間をちょっと狙わせていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、僕は T1419 でダンスと歌と笑顔まで担当しているカイリです。カイリくん、よろしくお願いします。笑顔がなんか雰囲気、こう見てたビジュアルと実際にこうお会いした時というか、動いているその雰囲気が可愛いのなんのって、まあ、ふわふわな感じじゃないですか。髪色も赤い、いつもこんな感じでも。素敵な笑顔でございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか僕のチャンネル見てくださってたっていう。もうバッチリ、iPhone6S と iPhone と iPad でチャンネル登録させてもらって。3台で登録していただいてます。3人分でございます。ナイリクでございます。よろしくお願いします。優秀ですね。さあ、続いてまいりましょう。はい、こんにちは、 T1419 で末っ子とラップを担当しているキヨです。よろしくお願いします。キヨくん、よろしくお願いします。マンネ、はい、マンネ。いや、もう最初ちょっとこうパーマかかったような、はいはい、プードルちゃんみたいな感じで可愛かったですけども。マンネ、今年齢は？僕今17歳になります。17歳になりました。はい、はい、日本でいうこの高校2年生です。2年生に、でもうすぐ3年生3年生に、はい、わー、マンネ。あの髪型めちゃくちゃ好きでした。うわって、なんか最初の方のあのビジュアルとかってやっぱこうインパクトがすごかったです。そうですね。そうですね。わー、すごい。ちょっとちなみになんですけども、自己紹介いただいたところもありまして、はい、ちょっと簡単に皆さんのその好きな食べ物とか聞いてみたいなというふうに思いまして、まあ、今回の趣旨としてはやっぱりこのグループの自己紹介と皆さんのその個性みたいなところをどんどん深掘りしていきたいなというふうに思ってますので、ちょっとああだこうだね、いろいろ聞いちゃいたいなっていう。はい、はい、いいですか？すみません、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあそしたら今度順番逆にして、はい、万年から、から、はい、キヨ君から好きな食べ物を。好きな食べ物はですね、もう毎日パスタを食べてます。え、いや、これ本当に僕今ホテル、はい、僕たち今ホテルに泊まってるんですけど、はい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 、その夜ご飯とかも時間って今早く閉まっちゃうじゃないですか、うんうんうん、なんでもう遅く終わったりしたらコンビニで済ますんですけど、はい、毎日パスタ買ってます。トマトパスタやな、大好きなんだ、パスタが。大好きです。なんかイタリア料理が好きっていうか、もうパスタが好き。パスタです。そうなんだ。それは何、ご家庭でいつもパスタが？
家庭でよく出てたのもあって、てパスタを毎日食べないと気が済む。気が済まないですね。ちなみにお気に、とびっきりのお気に入りは何ですか？ミートソース。ミートソース、かわいいじゃないですか、ちょっと。これでなんかボンゴレとか言われたら、ちょっとなんか、うわ、なんかちょっと、シャに構えてるファンデだなってなっちゃう。ミートソースね。これはちょっと好感度上がりますよ、皆さん。ありがとうございます。さあ、どうでしょうか、カエル君は。僕は、久しぶりに日本帰って、お母さんが作ってくれる唐揚げが最高に。ちょっとこんな、ママさんたち、心掴まれちゃいますよ。唐揚げ。なんですけど、最近また納豆キムチがめっちゃ大好きで、はあ、美味しいですよね。はい、めちゃくちゃ今あそこにいるカメラマンもうんうんって言ってて、彼も多分食いしん坊なんですよ、すごい。納豆キムチ美味しいですよね。はい、すんごい美味しいです。あ、納豆好きですか？大好きです。日本にいた頃から結構納豆食べてて。そうですね、日本にいた時から納豆食べてて、韓国行って帰ってきて、もうキムチが大好きになって、キムチというカルチャーを取り入れて、ガッチャンコしてガッチャンコしちゃいました。ちなみに乳酸菌と納豆菌が本当に相まってむちゃくちゃ体にいいです。倍増するんですよ、納豆菌が。すいません、失礼いたしました。、はい、ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう、ゼロ君。はい、僕はやっぱり小さい頃からチーズハンバーグがすごい好きで。チーズハンバーグ、はい、夢がありますよね。はいはいはい、やっぱりそのチーズハンバーグ、中に入ってるじゃないですか。で、その上にもう1個チーズが乗ってる。はいはいはい、好きで。贅沢だね、こう切った時にシュワーって出てくる感じね。めっちゃ好きです。某ココスさんとかですか？失礼しました。よく行きました。あ、そうなんですね。なんか自分たちでさっきパスタのお話とかありましたけど、はい、なんか作ったりとかはあるんですか、ハンバーグ？あんまり、あ、ちょっと宮田の顔が、それはまだだったかなみたいな。あ、でもなんかちょっとやってみたいなというか、興味湧いたり、まあでも今忙しいですよね。そこら辺もね、でもやってみたいです。やってみたい。いいですか、帰り。お、なんですか、ちょっとゼロ君が、ちょっと、帰りはちょっとキッチンに立っちゃやばい。やばい。包丁も出してくれないんですよ、僕に。あ、なんか危険人物。そう、ね、切りそうで指とか。あ、そうなん、大丈夫、なんかいつもフラフラしちゃってる。いや、僕は大丈夫で、なんですけど。本当にしっかりキャラとかで、あ、なんかこの中で一番しっかりしてるよっていう人います？ちなみにちょっと話脱線しちゃいます。レオかな。いや、別に僕ってわけじゃないかもしれないですけど、カイリを抜いたら、まあある程度は。カイリ君だけなんか群を抜いてるじゃん、ちょっと。あれなので、ちょっと世話がかかるわみたいな感じ、ね、万年に心配されてる時。いやいや、そうだね、キヨ君が心配しちゃうぐらいだもんね。かわいいですね、なんかどっちがお兄さんか分かんなくなるというか。OK です。そしたらレオ君。僕はもうずっと言ってるんですけど、抹茶ですね。抹茶、抹茶が大好きで。抹茶、はい、アイスクリームとかもじゃあ抹茶を選ぶ人ですか？そうですね、でも僕一番好きなのはその抹茶ラテみたいな。抹茶ラテか、美味しいですよね。そうですね。あ、韓国ってやっぱこうカフェが盛んな。すごい多いです。はい、すごい多いです。抹茶ラテもやっぱりじゃあすごい多いですね。あ、そうなんだ。向こうで抹茶ラテは抹茶っていうんですか？抹茶、抹茶ラテ。抹茶、わー、聞きましたか皆さん。いや、ちょくちょくさっきからお話ししてて、ちょっと日本語のイントネーションとその韓国語のイントネーションがちょっと混ざってんのかなみたいな風に。本当ですか？本当ですか？なんか少しまだちょっと、どうですか、なんかありません？僕だけ？なんか日本に今ちょっとね戻られて、少し日本語の感覚戻ってるっていうのは聞いてはいますけど、はいはい、自分ではわからないんですよ。あ、そうなんだ。本当に、はい、え、なんか混ざっちゃう時とかあります？日本語とか。ありますね、レジとか。あ、最初はひどかったですね。ひどかったですか？もうこんがらがっちゃってみたいな。コンビニ行ったりとかしたらって感じ。あ、そうなんだ。つい韓国語出ちゃうみたいな。漢字もはいなのにねって言っちゃったり。あー、カムサンミダ。カムサン。あ、なんかコンビニでなんかお釣りとかまた来てカムサンミダみたいなのがあるけど、なんか聞いたことがある。あ、そういうことなんですね。ありがとうございます。どうですか皆さん、ちょっと可愛らしさ満点じゃないですかというところで、さあ今回もですね、じゃじゃんと、まあ、スマートフォンなんですけども、メモをですね、たくさんご用意させていただいているというところでございまして、質問事項がわんさか来ております。はい、僕からです。はい、僕から来ておりますというところで、ね、今回はですね、たくさんの質問を皆さんにしていきながら、T1419 というチームをですね、深掘りしていきたいなというところでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。集まってまいりましたね。まずですね、T1419 というチーム、韓国人の方が5名様と日本人の方が4名様ということで、はいはい、計9人のグローバルグループというふうに言われているんですけれども、どうですか、韓国の方たちと一緒にこう暮らしていく中でというか、こうグローバルグループとしての特徴だったりとか、自分たちのチーム その強み、特徴、キャラクターみたいなのって、なんかどういうところがありますかね。やっぱりその僕たち日本人が4人でほぼ半分じゃないですか、うんうんうん、なのですごい日本の方
とかはすごい親しみやすいとか入りやすい国じゃないかなと思います。めちゃくちゃそれは感じました僕もお話ししてて、はい、あとはなんか韓国人のメンバーの方たちも日本語をちょっとこう覚えるスピードが速いとか。そうですね、すごい速いです。あるんですね。皆さんがちょっとこう教えてあげたりとか、はい、お互いに教え合いながら、ね、あなるほど、韓国語教えてあげて、ね、日本語教えてあげて。韓国人メンバーの方も日本語を覚えてくださると日本のファンの方たちも、ね、コミュニケーションを取りやすくなります。はい、あ素晴らしいですね。なんかそしたら今度はです、ね、皆さんの、まあ、韓国に行ってみてってところですけど、憧れのこう先輩っていうんですかね、やっぱこう K-POP アイドルになられたわけじゃないですか、はい、もうこの栄光のチケットを掴んだわけなんですけど、ここでなんかこうやっぱ目指すきっかけだったりとかいろいろあると思うので、なんか憧れてる先輩、お一人でもいいですし、グループでもいいですし、ちょっと聞かせいただけたらなというふうに思います。そしたらじゃあレオ君からですか。はい、僕はきっかけがあって、はい、その唯一 K-POP のアーティストさんのライブに行ったのが、うん、アイコンさん。うわそうなんだ。それが多分高1の初めぐらいかな、はい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 、その時に行って感激を受けて、うん、インスピレーションを受けてって感じで始めました、ね、こういう風になりたいって思って、はい、アイコン尊便に。やばいですね、はい、かっこいいですよね。わかるわ、いいとこついてますね。なんかちょっと今グッときちゃったわ。わーいいですね。ズロ君どうですか。僕は中学生の頃に、うん、きっかけはビッグバン。あーベンベンベン、はい、やっぱりすっごいかっこよくて、で僕もやっぱりレオと一緒で K-POP アーティストになりたいなと思って、うん、最近はよく NCT さんの動画を見たりしてます。はい、あじゃあもうスティッカーとかね。そうですね、新田さんが動画を作って、はい、いらっしゃるやつ毎日見てます、はい、毎日見てくださってる、ね、毎日見てます。 ありがとうございます。でもなんかねいろいろ結構 NCT さんについてもお話ししてるとかありますからね。なんか好きなシーンとか誰が好きとかあります。やっぱりでもダンスとかで言うとやっぱり NCT のテヨンさんで、でかっこいいよねダンスね。うわちょっとシズニの方に多分見てくださってると思うんですけど。いいですよねテヨン君ね、はい、ありがとうございます。僕は小学校1年生の時から 2PM 先輩が大好きで、野獣先輩が好き。わお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 、いいですね、はい、センスが、はい、ほうほうほう。でそれで小学校1年生の頃に K-POP アーティストになりたくなって、うん、早いですね小1から、はい、ちなみに皆さん、日本の学年で言うと、高校2年生で次3年生で、カエリ君は僕たちの大学1回生で次2年2回生になる。あなるほど、大学2年生ぐらいで。ああそっかそっか。じゃあその K-POP に対するその影響を受けた時期からちょっとこう期間がちゃんとあっての今こうデビューっていうところですね。そうですね、すごいわ。あの見てる方たちで結構多いんですよ、やっぱり K-POP アーティストになりたいですっていう若い方たちも多いので、今こういうお話を聞いてて、あそうなんだっていう、やっぱみんなスタートはそこなんだっていうところになんか共感得られるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。キヨ君どうでしょうか。僕はそうですね、もともと中学1年生の時からセブンティーンさんからのファンで、おおいいっすね、コンサートとかで行ってたんです、うん、行ってたんですね、はい、わおで、だんだん見てるうちに僕もやりたいなってなって、うん、K-POP を習いになりました。あ K-POP の、 そのダンスクラスというか、はい、ああそうなんですね。ちなみにセブンチだと誰が好きですか。宇治くんね、いいとこついてるじゃないですか。新曲のね、ソロも良かったっすよね。あれね、ソロの曲もね、わありがとうございます。なんかちょっとこのオタクトークになっちゃうとどんどん話しとれちゃうんで、ちょっと戻させていただいてというところですけれども、あごめんなさい、ちょっと全然関係ないんですけど、あのメモでも書いてあったホームがめちゃくちゃ良かったな。ありがとうございます。ちょっとこれ最初に言わせてもらいたいなと思って、めちゃくちゃいい曲じゃんって思っちゃって。だから曲やばくないですか皆さん。あのアスラバラバラタ、はい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 、めちゃくちゃかっこよくて、ありがとうございます。本当フレックスもなんか MV がやばいですね、音もやばいし、なんかチームの、そうこれごめんなさい、どんどん脱線したかもしれない、チームのコンセプトみたいなところもちょっと気になってるんですけど、なんかドラキュラとかもすごかったですけど、なんかどういうなんかグループさんなんですか。僕たちは基本的にそのインパクトがすごいあると思うんですけど、楽曲ごとに、うん、それで今回は日本デビューさせていただいたんですけど、うん、全然違うコンセプトで爽やかな感じになってるんで、うん、一気に爽やかになって、はいね、僕たちも最初は戸惑ったりしたんですけど、うん、もうそれはそれでいいかなと思って、うん、なるほどなるほど。
振り幅がすごいなって思っちゃって、そうか、でもまずはインパクトを与えるチームになるんだっていうところだったんですね、はいはい、だから皆さんのあの独特のヘアスタイルというか、そうですね、K-POP アーティストの割には結構攻めてるじゃないですか。そうですね。あ、でもあれがなんか海外とかの方たちのコメントとか見ててもすごい人気だなと思っちゃって、新人でこんなになんか注目されるっていうのはすごいなって思いましたね。どうですか、なんか反響を受けてみて。いや、やっぱりまだでもデビューして1年経ったんですけど、うん、ずっとコロナ禍だったんで、直接会いに行けなかったりするん で、 そうですよ、ね、まだちょっと実感が湧かなくて、実感がまだ。じゃあこれからじわじわ、今ねこう地方を巡りながら日本を各地で動いてるってところですよね、はいはい、これから楽しいですね皆さんぜひ見てください。ミュージック多分今ちょっとね、あのインサートで流れてると思うんで、ありがとうございます。デン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 、はい、めっちゃやばいからね、はい、ありがとうございます。そしたらですね、ちょっと皆さんの K-POP アーティストになっていたその道のりっていうところを追っていきたいなというふうに思いまして、はい、過去にねちょっと皆さんちょっとこう指定を持っていただきたいんですけども、先ほどね K-POP アイドルをその志すきっかけというところのお話はいただいたんですけども、その K-POP アーティストになる前って皆さんどういう人だったんですか。一般人だったわけですか。はい、はいはい、一般人、普通の人たちでしたよね、はい、っていうところでどんな人たちだったのかなっていうのを、はい、ちょっとその学校生活だったりとか、なんか入ってた部活とかでもいいんですけども、はいはいはい、どんな学生だったかっていうのをちょっとお話しいただきたいなというふうに思います。じゃあちょっといける方、あ、僕から全然いきます。よく行きましょう。僕は本当に普通の学生でした。で、僕はその小学生の時はずっとハンドボールっていうのをやってたんですけど。あ、結構ニッチ。え、ハンドボール、はい、小学校から。はい、そうです。早いっすね。知ってます。え、知ってます知ってます。あの松ヤニをね、そうですよね、手が結構すごいことになるやつよね。懐かしいっすね。やってたんですけど、それで高校上がってその部活に入ったんですけど、ちょっとなんか飽きが来たというか、違うことやってみたいなってなった時にダンスを始めてっていう感じで。あ、そうなんです。あ、じゃあ高校からダンスを始めて。はい、そうです。それまでもずっとハンドボールでやってましたね。ハンドボールもね、奥深いですよね、結構ね。楽しいですね。あ、ポジションはどこだったんですか。僕はサイドっていう。サイドか。ごめんなさい、ちょっとトークがどんどん追求した。ありがとうございます。本当にごく普通の学生でした。高校生だったんだ。ちなみに皆さん、出身が僕は兵庫です。兵庫県、はい、大阪です。大阪、大阪、大阪、埼玉。埼玉。埼玉です。おー、みんな関西かと思いきやお一人埼玉ということで、関西の方でも結構多いですよね。でなんかさっきちょっとちらっと聞いちゃったんだけども、同じダンススクールというか同じスクールにこの3名様がいたっていう、で一緒にデビューするっていう、これ結構すごくないですか。ドラマチックというか。最初はやっぱり、まあ、友達だったんですけど、うん、やっぱり一緒にデビューすることになるとは全然思わなかったので。そうですよね。ちょっとそこも深掘りしていきたいんですけど、あ、じゃあすいません、ゼロ君、はい、高校生活といいますか、どんな、うん、人だったですか。え、僕は幼稚園の頃から、うん、あのサッカーをやってて。お、やってそう。サッカーが多いよね。で、大体10年ぐらいやってたんですけど。あ、長い。で、そこから、まあ、中学生で辞めちゃって、うんうんうん、でそのぐらいの時期にビッグバン先輩の曲を聴いて。なるほど、そこから。わ、次絶対 K-POP アーティストになりたいと思って、ここ入ってからすぐにダンスを始めて。あ、そうなんですね。ちなみに韓国に渡られた年でいうと何年生ぐらいの時。高校1年生の終わりですね。そうです。あ、じゃあもう結構すぐに。はい、はい。よくぞ、まあ本当、自分が高校生の頃ですと韓国に渡るだなんて無理よ。私そんな人間できたら。そうなんだね、サッカーやってたんだ。ポジションはちなみに。僕一応全部やらせてもらって。オールラウンダーや。キーパーからやらせてもらって。あ、そうなんだ。キーパーから、しかも1年生からやってるってことはもう本当にドリブルも20回や30回は。あ、リフティングだと本当に。あ、ドリブル20回だ。失礼しました。リフティングね、リフティングね。本当に昔一番最高記録で本当に何千回とかできたんです。本当に上手い人だ。じゃあやばい人ですよ。こういう謙虚なふりしてめちゃくちゃすごいシュート打つ人ですよ。気をつけてください皆さん。シュート打たれちゃうわよ。はい、行きましょう。次、カリ君。僕も本当に凡人でしたね。凡人。いやいや、何をおっしゃる。むっちゃぽっちゃりやったし。あ、そうなの。はい、中学校の時ポテポテで、うん、ポテポテで、はい、あらまあ。でもダンスはずっと好きでやってたんですけど、うんうんうん、で
高校1年生ぐらいの時にやっぱり韓国へ行く道が諦めきれなくて、うんうん、その韓国 の、 そのダンススクールに入ってオーディションを受けたって感じです。ああ、そう、そういうことですね。でそこのスクールで一緒だったっていう、はい、K-POP 専門のスクールさんに行ったっていうところですね。はい、ぽっちゃりだったの？全然想像つかない。なんかダイエット頑張ったりとかしたの？それいや、ダイエットはあんまり頑張ったことはないですね。あら、まあ、中高の時は。なるほどね。じゃあ横にあったものがどんどんこう縦にね、スーッて上に伸びてたわけね。縦もわかんないですけど、自然消滅した、ね。自然消滅。一番いい形かもしれないですね、それはね。ありがとうございます。じゃあどうでしょう、キヨ君は。はい、僕はちっちゃい頃から姉の影響でダンスをやってたんです。お姉ちゃん。はい。おうおうおう。で、ずっとやってて、まあ普通に学生生活をして、うん、中学校の頃はバスケ部で、おー、はい、バスケなんだ。はい、バスケ部で、ダム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 、はい、で、で、はい、で、そうですね。中学校に上がった時にセブンティーン先輩のオタクになって、うん、はい、オタクになって、もうこれオタクの仕草ですよね。はい、オタクになって、それで、はい、もうこうなっちゃいますよね。おうおうおう。で、そうですね。ダンスも習い始めて、うん、オーディション1年ぐらい。いっぱい受けて、で中学3年生の時に、うん、今の会社に受かって、うんうん、中学3年生の時にこっちに韓国に行きました。うんうん、行きまして、はい、行きまして、そうだったんですね。結構じゃあみんなスポーツマンっぽい感じで、僕はドッジボールめっちゃ上手。ドッジボールやってたのね。誰にも負けないです。あ、そうなのね。ガチ勢ね、ドッジボール。ガチ勢です、ね。ドッジボールガチ勢って怖いよね。本気で本気で投げてくるよね。ありがとうございます。結構じゃあ皆さん運動神経も良さそうだし、こう楽しくね、アクティブに動いてたっていうところなんですね、はい。ありがとうございます。いいじゃないですか。地元がね、じゃあまあその大阪、まあ、関西の方たちと埼玉っていうところですかね、はい。ありがとうございます。韓国に渡るきっかけ、今もちょっとちらりとお話出てましたけど、そのスクールさんのオーディションっていう感じなんですね。はい、そうですね。あ、なるほどなるほど。で受かって向こうに行って、もうそこから練習生期間に入るっていうところ。一回お試し期間みたいなのがあってから正式に練習生としてって感じです。ああ、お試しがあるんですね。はい、2、3週間ぐらい。あ、やってみて。やってみて、はい、でそこでも若干試験というか。そうなんだ。お試しという名の試験。なるほどね。はい、そこでも結構試されてるわけね。はい、みんなは。うわ、ピリピリするね。それはね。そうか。集められた時はじゃあ練習生の方たちがじゃあやっぱりそこそこいらっしゃって、何人ぐらいいらっしゃる。はい、もともと今のメンバー、うん、他の韓国人メンバー5人でいるんですけど、うん、そのメンバーと合流ってなって、あ、そうなんだ、そうなんだ。じゃあもうそこから、あにわせよって言って始まって、はい、でもみんな言葉とかって、あ、全然、最初は全然できなかったです。あ、もうじゃあ話せない状態で行って、挨拶するところから始めてみたいな。そうですね。もう今もうバンバン喋れるじゃないですか。まあ、問題はない。問題は、すごいですね。どんな生活を送ってたのかっていうところ、今回ちょっとお話聞いていきたいなというふうに思うんですけども、最初の頃、まあ、今ちょっとその喋れなかったっていうところですけども、どうでした？初めてその韓国行って、その最初の例えば1ヶ月間とか練習生期間ちょっと振り返ってみて、いかがでしょうか、ね。最初は本当に何にも知らない状態だったんで、うんうんうん、もう話すときも全部ボディーランゲージというか、ジェスチャーとか使いながら。なるほど。ご飯を食べる、はい、そう、あ、これ本当にイーティングイーコチェックみたいな、あ、そういう感じなんだ。本当にそんな感じで話してて、うん、最初はしんどか大変でしたけど、うん、だんだん時間が経つにつれて韓国語も喋るようになってきてって感じで過ごしてました。なるほど。みんなで勉強したりとかも。そうですね、レッスン、はい、一緒にレッスン受けて、あ、レッスンも受けて、はい、あ、ちなみに生活は共同生活、はい、共同生活です。あ、じゃあ宿舎にみんなで、はい、みんなっていうのは9人で全員。9人。そうなんだ、はい。練習生期間からもう9人で。はい。じゃあ絆とかすごそうね。バッチリ。バッチリ。すごい。なんかみんなで暮らすときに日本のカルチャー、あと韓国のカルチャーでちょっと違いもあると思うんですけど、はいはい、どうですか、そこら辺の生活とかも含めて、なんか最初の頃というか。やっぱりその当時行った時は韓国の人結構シェア、食べ物とかシェアご飯とかね。うんうんうん。で僕たち行って例えばコーンフレーク食べたいので、うんうん、牛乳買うじゃないですか、はいはいはい、でやっぱり共同生活でも自分で買ったものなんで、うん、冷蔵庫で行ったら自分のものと思ってたんですけど、うんうん、
どんどんなくなっていくんです少ないぞと、はい、あれとで、ある日朝起きたら違うヒョンが飲んでたみたいな、うん、なるほどねそこは文化の違いですよね。ああ、はい、なるほどなるほど。シャンプーとかもシャンプー、シャンプー、そうなんだ、はい、もうみんなで使い合うって感じ。そうです、はい、あるのを使うみたいな感じで。そうなんだ。お風呂とか9人で回すってなったら大変じゃない？早くみたいな、ね、パリパリみたいな。ご飯も今もじゃあみんなで一緒にご飯食べたりとか。そうです、うん、休日は特にみんなで、うん、例えばメンバーの誕生日があったりすると、うんうんうん、誕生日パーティーって。お誕生日パーティーね楽しいやつね。はい、宿舎でチキン食べたりとか。はい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 。あ、なるほどなるほど。いいですね。共同生活のまあ楽しさだったりとか難しさだったりとか。なるほどなるほど。どうですか他に生活してて。そうですね、僕も本当に言葉がダメだったので、お店とか行ってもダメです、うん、カフェとか、うん、コーヒー1個頼むのに結構苦労して、うん、カードさせてくださいって言われて、うん、聞き取れないから適当に入って言って、うん、ねって言ってそのまま突っ立ってさしてほしいのにねっ本当にそんな感じです。そんな感じ。そうなんだ、はい、なんかこう相槌だけは上手くなるというか、はい、ねえ僕もあったかいのにしますか、冷たいのにしますかって、はいそうじゃないんだけどみたいなね。なるほどね。あ、そうなんだ。そんな感じでした。少しずつもなんかこうコミュニケーションも店員さんと取れるようになってって、はい、今じゃもうバッチリアイスコーヒーは、はい、アイスアメリカーノも、はい、あ、全然いいですね。憧れのアイスアメリカーノでございますね。カイリ君どうですか、なんか向こうで生活最初の頃。最初の頃はやっぱりその僕がその韓国人メンバーのメンバーと練習生の、うん、韓国人メンバーの練習生となんか練習をしてて、うん、ダンスとか歌の実力の差をすごい感じて僕が。ああ、そうなんだ。やっぱ向こうの方たちはレベルが高い。 それについていくのも必死だったし、うん、なんか韓国行ってお母さんも友達もいない状況になったんで、あ、もうなんかどんどんうん、そうだよね。なんか、うんうん、辛いとかも韓国語で言えないじゃないですか。なんか最初はちょっとしんどかったかもしれない。あ、大変なんだよっていうその気持ちをどうこう表現したらいいかってい う、ね、でもそんな時に周りにこんなに頼もしい日本人がいてくれたんで。あ、じゃあみんなでなんかこう泣き合ったり支え合ったり、お前らみたいなっていうその少年ジャンプ的な、なんかそういうのもあったりとかはあるんですかね。やっぱり相談し合ったりとかしました、ね、うんうんうん、なんか共に肩組んで夕日見てみたいなのもあったりするそれはなかったですそれはなかったですかね。夕日が、 あれやん、なんかエピソードある。いいよいいよ。僕とキヨ君が練習生の頃で、うん、なんか夏にすごいなんか大きい試験があったんですよ。おお、試験が、はいはい、なんか地獄のまだピンときてなかった記憶ちょっとずつ記憶8月やったんですけど、うん、地獄の8月って言ってるんですけど、おーおーおー、その時に夜に一緒にコンビニでラーメン食べながら、うん、なんか食べました。あ、一緒にデビューしたら V ライブ一緒に撮ろうみたいな。うわー何それ、いいじゃないの。そういう夢の話もしました。僕はいいね、そのコンビニでってところがいいよね、はい、向こうって結構イートインなコンビニ多い。そうですね、ドラマとかでもよく見ますけどもねあんな感じで、じゃあまさに、はい、ラーメン食べながら、うん、2人でじゃあちょっと夢語ってみたいな、はい、V ライブしようなみたいなV ライブしようなこういうのが聞きたかった。いいですね。なんかメンバー間同士での思い出とかありますか。過去の練習生期間のなんかこんなことあったよとか、あとはそのメンバーの、まあ、暴露でもいいですけど、なんかこいつこんなんなんすよ、実は今こんなちゃんとしてるけどこんなんなんすよみたいなとかちょっとあれば聞きたいなと思うんですけど、暴露、うん、暴露、まあ、みんなのその特徴でもいいし、まあ、いいところとか普段なかなかこう言えない褒めたいポイントとかでもいいですけど。そう、最初の頃は韓国人メンバーもそのよくご飯とかに連れてってくれて、うんうんうん、注文できないじゃないですか。あ、なので全部教えてくれたりとかって、うん、やってくれてましたね最初は。そうなんだ、優しいですね。頼もしかったですね。いいな。どうですか僕は、うん、これもまた帰り用なんですけどいいよ、いろいろエピソードがありますね僕練習生の時ちょうどコロナのせいで卒業式が行けなかったんですよ、中学校の、はい、だったんです。だからもう練習室練習終わってギャン泣きして、はい、卒業式行けないわってなって、はい、うん、で大泣きしてたんですけど、うん、ちょうど残ってた帰り表が、うん、もうね
いろいろ奢ってくれて。あ、そうなんだ。慰めてくれて。はい、慰めてくれて、うん、思い出ですね。ああ、彼も覚えてる、はい、その時は。覚えてます。弟、いや、なんか優しいお兄ちゃんじゃないですか、ちょっと。あ、はい。緩やかですね、はい、ここがいいところかもしれないですね。ありがとうございます。ズロ君どうですか、なんか思い出とか。僕はやっぱり帰り、もう帰りなんですけど。おいいですね、帰りくんエピソード多いですね、うんうん、帰りがすっごい夜中まで練習努力してしてるんですよ、うん、でやっぱりたまにやっぱり辛いことがあったりすると、うん、夜中ちょっと練習室ずっと居残ったりして、お泣くこともちょっとあったりして、おおおお、はい、あるんですけど、すごい2人とも年も一緒で誕生日も近いんで、うんうんうん、まあ、よく2人でボーカルルーム入って、うん、すごい落ち込んでたらどうしたとかお互いに悩み聞いてあげて、あ、ゼロ君が結構じゃあ励ましてあげてることが多い。いやでもそうかな、しっかりしてる。なんかどっちかっていうとゼロ君の方がお兄ちゃん的な感じ。そうですね、誕生日1ヶ月差しかないですけど、うん、5個上ぐらいの。もうなんか話でもちょっと伝わってくるわ、なんかその感じが。すごい本当に僕がなんかあんまりその人に言えなかったんですよ、なんか最初そのこういうところがしんどいとかそういうのがあったんですけど、弱いところを見せるみたいな。そういうところに、そういう時にゼロ君がいつもなんかボーカルルームに呼んでくれて。ボーカルルームなのね。もう決まってボーカルルームなのね。ちょっと行こうやと。呼んでくれていつも。大丈夫か、辛いことないんかみたいな言ってくれて、胸キュンですよね。胸いいじゃないですか、ちょっと、まあ、そうやってじゃあこう支え合いながら来たチームっていうところですね、はい、絆の深さが伺えますね。いや、いいな、ありがとうございます。さあ、それではですね、続いて参りましょう。デビューが決まりましたというところですけども、はい、率直にそのデビュー掴んでどんな思いだったのかなっていうのをこれちょっと聞きたいなと思って、なかなかこう過去のことすぎるとなんか覚えてない、デビューそうですね、嬉しかったっすみたいに多分ならないまだ時期だと思うので、はい、デビューっていうのを知った時皆さんがこうどう思ったのかっていうところをちょっとじゃあお聞かせいただきたいなと。りょうくんいきますか。デビューするって聞いた時は、うん、本当に実感って湧くのがしんどいじゃないですか、もうデビューしてるわけじゃないの、まだ、うん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 、なので、はい、あそっか、知らされるだけだから、はい、本当にそうみたいな、本当になんか全然わからなかったですね、その時はもう どうなるんかとかわからないし、はい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 、デビューしてからどうやったことをするのか、確かに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 、そんな感じでした。あ、じゃあもう本当にポカーンというか、そうですね、マジかみたいな。おお、どうですかゼロ君は。僕もすごい嬉しかったのを覚えてるんですけど、うん、よくそのデビューというかその決定される前とか後に、うん、ダンスの先生とかが、うん、やっぱ今まではまあ頑張ってきてやってたけど、うんうん、これからは頑張るのは当たり前で、うん、やっぱりうまくしていかないといけないって言われて、なるほどね、やっぱりその通りだと思って。プロですもんね、すごい、うん、まあ、やっぱり汗ってやっぱりそのデビューまでの時間も、うん、じゃあもうどんどんなくなっていくわけなので、やっぱりああもっと練習しないとっていうのがずっと続きました、ね。そうなんだ。じゃあデビューやったー、お疲れーみたいな風にならずにやべえじゃんみたいな、もっと練習しなきゃっていう状況だったんですね。すごい、なんかでもパフォーマンスとか見ててなんか伝わります、その感じは。皆さんの一生懸命な前向きな感じが。ありがとうございます。どうでしょう、じゃあカエル君は。僕はデビューした、デビューが決まったって分かった瞬間にお母さん LINE しました。もうこうじゃなくかね、カエル君はね。ママみたいな、まあ、ママじゃないか、お母さんみたいな感じか。お母さんデビューしたよみたいな。で、うんうん、お母さんもずっと小学校の頃からずっと応援してくださったんで、うん、本当に喜んでくださって。お母様見ていらっしゃいますでしょうか。本当に立派になられて、もう本当あのお母様が真心を込めて育ててくださったからこその今のこのカエル君のね、温かい、もうすいません喋りすぎた、本当にありがとうございます。お母様、そう、お母様にじゃあ連絡して。あんまりやっぱり実感はなかったです。そうですよね、ここから始まるんだっていうところはありますよね、はい、ありがとうございます。キヨ君どうでしょう。僕はそうですね、でも僕が覚えてないだけかもしれないんですけど、うん、なんだろう、デビューするぞって言われた、なんだろう、確定で言われた時みたいな記憶がないんですよ、僕が。なんか練習やっていくうちにだんだん、あの、なんか撮影とかでなんかプレデビューしちゃってみたいな。なんかいろいろ忙しくなってきたぞみたいな。なんか衣装着てるぞみたいな。撮ってるぞみたいな。やってるぞ。デビューみたいな。でなんか自然とデビュー
した思いしかないんで、もうそれぐらいじゃ忙しかったんですかね、スケジュール。そうですね、ちょっとずつ増えていって、うん、もう本当にデビューする次の日に、あ、デビューするのかなみたいな。あ、そうか、これ結構僕らは意外かもしれないですね。なんかデビューって決まったらもうなんかその念願のデビューだオラーみたいな雰囲気なのかなって思ってたんで、なんか一個もう成し遂げたみたいな、そうじゃないというか、ここから本当に始まるのかなみたいな。そうです、ね、すごい、そういう感じなんですね。お母さんとかにもちなみに連絡しました？お父さん、お母さん、はい、連絡しました。さすがにね、さすがにね。どんな感じで言ってましたか、お父さん、お母さん。やっぱりびっくりしてましたね、まさかみたいな。やっぱりでも日本から応援してくれててみたいな、ね、やっぱり僕も連絡したんですけど、うん、両親すごい喜んでくれて、うん、でやっぱりでも無理はせずに体気をつけてって言ってくださったんですよ、うん、嬉しかったです、うん、ご飯もちゃんと食べてしっかり寝て、はい、お母さんですね。どうですか、ね、お姉ちゃんなんか。あ、僕ですか、うん、お姉ちゃん。僕お姉ちゃん、やっぱりお姉ちゃんがもともと K-POP ファンだった。そうよね、その影響で来るよね、弟ってね、はい、僕も一緒です姉がもうボアさんとか大好きだったんで、でやっぱり本当におめでとうって言って、うん、なんだろう、誰々先輩のサインもらってきて、はい、そうだよね、もうそろそろ会えるかもしれないからねみたいなね言われました。あ、いいですね。じゃあちょっとお姉ちゃんにもね、はい、サインとかね、はい、あげてください。ありがとうございます。そしたらですね、今後の、まあ、皆さんのこう展開というところで、まあ、実際にデビューを掴んで1年経ってというところで、これから活動がどんどん本格的になっていくと思うんですけども、どういうチームにこれから皆さんはなっていきたいのか、どういうアーティストになっていきたいのかっていうところの、ぜひその意気込みだったりとかイメージみたいなところをお話しいただけたらなというふうに思います。どうでしょうか。はい、僕からじゃあ、はい、やっぱり僕たちってグローバルボーイズグループっていうのを売ってるじゃないですか、うん、その分今はやっぱコロナで難しいんですけど、うん、いろんな国に行っていろんな国の僕たちのファンの方に会って、うん、コンサートをしたいっていうのが僕の大きな目標なんですけど、うん、今はこうやって来日できたことでさえ嬉しいんですけど、うん、4人だけなんですよね、うんうん、なので次はまた9人全員で来ていろんな方に出会ってコンサートしてっていうのが僕の目標です、うんうん、わー、ぜひ今度は9人でね、はい、アドランススクールにも来ていただけたら嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。鶴くんどうでしょうか。はい、僕はやっぱりずっと思ってたのが、そのビッグバン先輩を見た時から僕もこういう風に夢や希望を与えれるアーティストになりたいと思ってたんで、うんうん、僕たちのパフォーマンスを見て、うん、あ、K-POP アーティストになりたいってちょっと夢をも与えれる、そういったアーティストになれたらなと思うんで、うんうんうん、これからちょっと頑張っていきたいと思います。次の代がね、見てますよ皆さんのことを。でも本当にあの若い方多いんですよ。あの中学生ですとか高校生ですとか、あとその親御様とかも見てくださってるので、皆さんの多分こういう姿がすごくこう希望になるんじゃないかなっていうふうに頑張ってください。ありがとうございます。どうでしょうか、カエル君。僕もゼロ君とちょっと意見が似てるんですけど、うん、はい、僕が 2PM 先輩を見て夢を持てたように、うん、僕たちのそのパフォーマンスを見て夢をお提供したいな。お提供したいな。なるほどね。お持ちしたいなというふうにね。夢を与えたい。すいません、日本語が。ちょっともう最高ですね、カエル君、ちょっと、そう、僕たちを見て、うん、その見てくださる方も、うん、あ、K-POP アイドルになりたいなって思ってくださるように、うん、なアーティストになることが僕の夢です。もうそのまんま言ってください、もうカエル君はもうそのまんま突き進んでください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、ありがとうございます。さあ、どうでしょう、キヨ君。僕はやっぱり世界を回れる大きな、うん、本当にグループになりたい。グローバルアーティスト、はい、うん、愛されるグループになれるように絶対頑張って、うん、これからも新田さんのことを思います。そう、まあ、僕の動画を見ていただくとよりグローバルアーティストになれるんじゃないかなというふうに思いたいところです。あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。本当にあの素晴らしい作品がですねたくさんあります。もう僕も最初見た時にぶったまげました。正直こんなにすごいチームさんだったのに、最初のそのジャケット見て数字だT1419、 なんか記号みたいだなって思って、ロボットみたいな、なんて読んだらいいんだろうっていうところから始まって、で今新人のボーイズグループさんってたくさんいらっしゃるんですけど、なんか一筋縄じゃいかないなこのチームみたいなところを感じていて、でそのファッションだったりとかビジュアルも含めてですけども、めちゃくちゃ
ハマります。であとホームちょっとね聞いていただき日本語の歌がまた素晴らしいんだわというところでございますのでね、ぜひ皆さん注目していただければなというふうに思うところでございます。そしたらですねラスト、皆さんファンの方たちに向けてあちらのカメラになりますので一言ずつコメントいただいてもよろしいでしょうか。はい、今回はこうやってデビューして1年ぶりに日本に帰ってきて、4人で新田さんの動画に出ることができたんですけども、これからもゾンともっと頑張るので、はい、応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ゼロです、ファンの皆さん、僕たちが今回、まあ、4人なんですけど、こうやって日本に来ることができて、でファンの皆さんとも直接ねお会いすることができてすごい嬉しかったんですけど、もっともっとね皆さん僕たちのことを新しくしてくださった皆さんと僕もお会いしたいんで、これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。イエイ。はい、僕たちがデビューして1年後にこうやって念願で日本デビューすることができたんですけど、本当に韓国でデビューした時からずっと僕たちを信じて来てくださった皆さんのおかげだったもので、これからも初心を忘れない T419 になるので応援よろしくお願いします。じゃあラスト記憶いきましょう。僕たちがやっぱり待ちに待った日本デビューなので、これからももっと新しい T419 を見せれるように頑張るので、これからも期待お願いします。頑張ってくださいということですね。時間がもう本当にあっという間というところでございますけども、どうでしたか、初の新たなダンススクールでございましたけども。結構みんな緊張してるなみたいな伝わってきましたけど、楽しかったです。良かったです。素晴らしかったです。もうどんどん有名になっていただいてね、僕がもうちょっとそちらまで行かないとみたいな、もう今どこにアメリカみたいなブラジルみたいな感じでね、本当に追いかけていきたいなというふうに思いますので、世界目指してね頑張っていただきたいなというところでございます。それでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。